中村つとむは、日本の政治家。現、広島県秋郡府中町議会議員。元サッカー選手、JSL 一部所属の藤田 SC 元監督。広島市立船越小学校、修道中学校、修道高等学校卒業。修道高等学校時代は、下村幸雄監督のもと、森浩二を中心としたチームで、 吉田博士、和歌山町9と3トップを組み、1961年国体優勝。さらに、全国高校サッカー選手権で、鎌本国重谷やニムラ業用する京都府代表の山城高校を破り優勝。高校2冠を達成した。高校卒業後、1962年東洋工業へ入社。東洋工業集級部へ入部。 1965年 JSL 初年度には、右ウィングとして、岡光隆造、松本育夫、桑田孝之、桑原学これらと共に、FW の一員として、東洋工業の無敗優勝に貢献した。4年後退社し、早稲田大学へ進学。鎌本国重、森光二、大野武史、松永明らと、同大学足機級部の黄金期の一員を担い、 1966年には東洋工業を全日本選手権で破り日本一に貢献。大学在籍時に高校の先輩である黒木義彦に頼まれて当時栃木四4部リーグに在籍していた東和不動産サッカー部に助っ人として参加。石井義信、セルジオエチゴ、ヒカ製ファンラトップレー、突破力のあるウィングとしてチームを牽引。 1973年の JSL では、得点ランキング3位及びベストイレブンに輝く。1975年後期リーグからチームは親会社に転籍し、藤田工業、クラブサッカー部と解消。1976年東亜不動産の親会社である藤田工業へ入社。石井義信の後を受けて1981年から1984年まで。 藤田監督。カルバリオ、小前田光、今井慶三池内豊、手塚聡野村光倉を要し、1981年の JSL 優勝。その後はサッカーから離れ車業に専念していた。1993年、J リーグ入りを目指すベルマーレ平塚に出向、チーム総括部長に就任した。同年ジャパンフットボールリーグで優勝し、 同年末に J リーグ入りを果たす。1994年の天皇杯優勝も経験した。その後は地元に帰り、2000年9月に府中町議会議員に初当選し、現職。また、小沢道博が総監督を務める秋府中、サッカースポーツ少年団のコーチとして活躍した。ありがとうございます。